ヘンリー・ボーンによる肖像画初代ソモンド公爵マロー・オブライエンはアイルランド王国出身の貴族、政治家、アイルランド庶民院議員、グレートブリテン庶民院議員を歴任した。ジェームズ・オブライエンとメアリー・ジェフソンの息子として1726年に生まれた。1743年にエンサインとしてこの F 票を第一連帯に入隊。 1747年に大意に昇進した、あと、1756年に、軍務から引退した。その後、1757年から1760年まで、クレア選挙区の1761年から1768年まで、ハリスタウン選挙区の代表としてアイルランド、庶民院議員を務めた。1777年7月18日にお辞に、当たる。 第4代インチクイン伯爵ウィリアム・オブライエンが死去するとインチクイン伯爵位を継承10月14日にアイルランド貴族院議員に就任した。同年11月5日には4代伯爵の公認としてクレア県総督に任命された。1779年にグレートブリテン庶民院におけるバッキンガムシャー選挙区の補欠選挙に出馬する噂が流れたが、 エドマンドバークによると、インチクイーン伯爵は、家計の状況を鑑みて、選挙戦を戦う場合は、家計が破滅すると判断しており、結局出馬しなかった。1780年12月23日に、アイルランド枢密院の枢密顧問官に任命され、1783年2月5日に、聖パトリック騎士団が創設されると、同年3月11日に、 定員15名のうちの一人に選出された。その後、1784年イギリス総選挙でリッチモンド選挙区から出馬して無投票で当選した。グレートブリテン議会では第一次小ピット内閣に対し野党の立場を取り、1785年4月に選挙改革に賛成。 1788年から1789年にかけての接触法問題でも野党側に立ち、1791年4月にショーピットの対ロシア政策に反対、同年にスコットランドにおける審査法廃止に賛成した。また、1784年7月にブルックスクラブに、1787年3月にホイッククラブにも参加したが、1792年の フランス革命戦争勃発を境に、ホイック島から距離を置き、1793年2月に、エドマンドバークと共にホイッククラブから離脱、その数年後には、アイルランド王国とグレートブリテン王国の合同を熱烈に支持した。1786年にはすでにアイルランド貴族の公爵位を望んでいたが、1793年8月に、 ショーピットに対しグレートブルテン貴族への助釈を申請1794年9月よりホイック島の指導者である第3代ポートランド公爵ウィリアム・キャベンディッシュ・ベンティンクに対し手紙を頻繁に出して社意や大倉教委,委員会海軍本部委員会への任命を求めたポートランド公爵との交渉を重ねた末騙され 無視されたと感じたため1796年10月と1797年2月の二度に、渡って、再び助釈の申請を、ショーピットに出したが、1799年1月には、ポートランド公爵との交渉を再開した。そして、1800年12月29日には、ついに、アイルランド貴族である、ソモンド公爵に上された。この尺位は、 初代公爵の男系男子が断絶した場合、初代公爵の弟エドワード・ドミニク・オブライエンが、爵位の継承権を得るという特別残余権が定められている。この時、アイルランド貴族代表議員への選出を断られたため不満を感じたが、1801年にヘンリー・アディントンが首相に就任すると、アディントンは国王・ジョージ3世に対し、連合王国貴族への助爵で、 ソモンド公爵を満足させられるだろうと信言。ジョージ三世もソモンド公爵に男子がなかったため実質的には一代、限りの助爵であるとして同意。これにより、ソモンド公爵は1801年10月2日に、連合王国貴族であるバッキンガムシャーにおけるタップローのソモンド男爵に除された。1802年10月29日、連合王国貴族院に初登院した。 その後も満足せず、1803年5月に、進出自重への就任を、常時賛成に申請するなど、官職就任を求め続けたが、1808年2月10日、落馬事故の後、第2代シドニー主尺ジョントマスタウンゼンドの邸宅で、死去、19日にタップローで埋葬された。息子がおらず、ソモンド男爵位は廃絶、ソモンド公爵位は、特別残余権に基づき定。 エドワードの息子ウィリアムが継承した。二人目の妻、メアリー・パーマーの肖像が、トーマス・ローレンスが。1753年3月5日、メアリー・オブライエンと結婚、一条を設けた。1792年7月25日、メアリー・パーマーの娘と再婚したが、二人の間に子供はいなかった。ありがとうございます。